皆さんこんにちは、ひなです。今日は作品撮りにやってきたので、カメラマンさんと一緒にどんな感じで作品撮りしていくのかを動画にしようと思います。よし、今回はフォトギャラリーソダプラダプラザさんです。おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。どうも、お願いします。ありがとうございます。というイントロは YouTube 用の茶番なので、ここからはナレーションで今回の動画の趣旨を説明します。ソダさんはプロのカメラマンの方で、以前アパレルモデルのキャスティングの際に初めてお会いしました。ちなみにキャスティングというのはモデルのオーディションのことです。モデルはブックといわれる自分の作品集とコンポジというプロフィールを持ってキャスティングに参加します。で、ソダさんにブックを見てもらっている時だったり、カメラテストの最中にいろいろとお話をして、今回作品撮りをこうしましょうというふうにお声掛けをいただいて、再度お会いすることになりました。お、こんにちは。お願いします。ちなみに作品撮りというのは、モデル、ヘアメイク、スタイリスト、カメラマンが仕事を得るためのオーディションやクライアントとの面接時に参考資料として提出するブックに入れる制作作品のために行う撮影です。つまり仕事を得るための撮影ということです。楽しみ、はい、行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、皆さんこんにちは、フォトグラファーのソダです。こんにちは。今日は早瀬春瀬です。春瀬。ここは一回カットしてもう一回始めます。こんにちは、フォトグラファーのソダです。今日は春瀬ひなさんをお迎えしまして、作品撮りをする状況をレポートしたいなと思います。ソダプラザというソダさんの撮影スタジオの1階はこんな感じです。撮影スペースは2階にあるので移動していきます。今何じゃ、早瀬さん、早瀬さん、春瀬です。春瀬さん。私2階の春瀬って言ったよね。あ、カメラの前では大丈夫です。大丈夫です。はい、大丈夫です。結構間違えられます。広瀬とか結構言われます。長瀬さんとか。春瀬さん。春瀬です。春瀬、ひなさん。はい。あのね。はい。またして。ここがモデルの更衣室です。撮影スペースはこんな感じ。全面白彫りで、照明や撮影機材などが設置されています。はい、わかりました。そうですよね。そうですよね。声と音楽が違反とかなったら嫌だから。あ、確かに、あれ、あるあるですよね。あるんですよ、結構違反とか。なんかバックグラウンドで流れてる音楽のせいで、全然違法の音楽使ってなくても収益化できなかったりしますよね。あ、そう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 、めっちゃわかります。そうなんですよ。なんかフェイストラッキング機能ついてて。ああ、それはいいね。勝手に持ってくれるんですよ。おお、それはいい。1作品目の衣装に着替えます。デニムのショートパンツに青のシャツというシンプルな服装です。今回の作品撮りは、私とソダさんが各自撮りたいテーマを持ち寄って2パターン撮ることになっています。まず最初は私が撮りたいイメージから撮影していきます。今回あえて作品テーマをつけるとすれば、ヒロイン。今までいろいろと作品撮りをしてきたんですけど、外での撮影だったりメイクとか髪型、服装とか照明など凝ったものが多くて、仕事の際に提出を求められるモデルの素材を見せるための写真が今までほとんどなかったので、今回はそれをソダさんに撮っていただこうかなと思っています。なので今回はあえてヘアメイクさんはなしで、スピンに近いナチュラルメイクと髪の毛もあんまりいじらずに、服もシンプルにしています。はい、ここにお皿がついてるので、はい、この光が外にこう行くんですよ。あー、なるほど。こうとこうして影がこう少なくてパリッとしたような、うん、結構ファッションっぽいのを撮れますので、はい、一回ちょっとこれで撮ってみて、はい、でそれでまたイメージが違ったら伝えてもらえればなと思います。うん、はい、わかりました。はい、じゃあそうですね、はい、この辺イメージに合った照明や撮影方法はプロにお任せします。果たしてどんな写真に仕上がるのか、いざ撮影していきます。ソダさんのテーマでの写真と仕上がりがどのくらい変わるのかも最後にお見せします。はい、
じゃあその辺でいいですか、ね、その辺で、はい、はい、それ以上後ろ行くと影が出るんで、はい、ちょっとライトテストしますね。でまず最初にライティングのテストシュートをして照明を調整していきます。照明の調整が終わったらいざ本番です。今回はファッションがメインではないのであんまりポージングはいろいろ変えずにちょっと角度を変えたりする程度にとどめます。あ、はい、そうなんです。映ってるの知らなかった。ヒロイン、うん、白いところにシンプルで、うんうん、そこに自分が中心にいるって感じですね、うんうんうん、じゃあ、はい、ちょっとスリークォーターと上半身とか、はい、撮ってみましょうね。はい、はいはい、さっきは全身だったので、はい、画角を変えて再度撮影再開します。でここからスリークォーター、うん、シンプルでいいですね。すごい繊細っぽい。上半身、はい、じゃあ少しだけ、はい、今のよりも少し後ろをグレーに次落としてみて、はい、次はこのグリッドっていうハイカムっていう人もいますね。グリッドをつけてそして光を少し中高性を良くして後ろをちょっとグレーに落として、先ほどよりもちょっとモードっぽくなるんですよ。ただコンセプトとしてモードっぽくなってもあの笑顔で行くっていうことでしたらそれは笑顔でいいと思いますので、はい、自分の欲しい写真の感じで行けると思います、はいはい。はい、ちょっとこっからどこからだったかな、ここから何か撮ったんだ。これ先ほどとはちょっとね雰囲気違うのは、はい、先ほどねこういう感じだったんですよ。これちょっと結構グレーに落として、はい、ちょっとモードっぽく撮ったんですよね。ちょっと自分でストロボ焚いたような、はい、なんかあのポラロイドって言わないな、これなんていうのかな、なんかスナップっぽい雰囲気が出てますよね、うん、はい、うん、確かに、うん、グロッシーな感じですよね、うん、確かに、なんか海外のちょっと小麦肌みたいな感じに、はいはい、ヘルシーな感じに見えます。なんかリクエストとかなんかどうしたいとかっていうのがもちろん。一個だけなんか、はい、結構全体的にすごい好きな感じなんですけど、はい、なんかこれってしゃがんだりしたら変わりますか？こう立った状態での上半身と多分こうしゃがんで。あ、いいですよ。はい、じゃあちょっと。はい。というわけでしゃがんだパターンでどう違いが出るかも見ていきます。これは体型が見えないので全身の潜在写真としては使えないんですけど、いろんな表情や雰囲気が出せれば資料としては使えるかなと思います。なんかもう復興の色とは合ってるような感じですよね、うん、確かにこのグレッシュ感と、うん、水色とグレーが結構いいですね、合ってますよね、うん、なんか落ち着いた感じでね、うん、で結構グロッシーですよね、うん、そうですね、ね、なんか大人っぽい感じ、うん、なんかね、あの一般的に、はい、あのスタジオとか行ったらこのアンブレラを使うじゃないですか、はい、アンブレラって、はい、こう布とかでこうできていて、はい、結構ねマットっぽく撮れるんですよね、だからマット感が出るんですけど、うんうん、こういったその
金属系のアクセサリーつけると、うんうん、結構グロッシーというかグロス系で、あ、テカ、ある意味テカって金属感みたいなのが出るんですよ。なるほど、うん、風合いがちょっとこう違ってブッていうような感じなんですね。でこのグリッドをつけてさらにグレッシュに出して、うん、これを取れば、真っ白い感じで取れるっていうような感じで、うんうんうん、はい、はい、今日はまあ両方取ったわけなんですけど、はい、この水色と案外グレーが確かにこっちの方が案外合いましたよね。服装とは合ってるような気がします ね、 ね、はい、これを一回脱いでみると白と白で、白白ひょっとしたらすっごい明るいのが取れるかもしれないので一回取ってみます。はい、わかりました、はいはい、でさっきのグレーのやつはちょっとモード感ある表情とかも入ってるので、はい、あれはあれでいいと思うんですよ。はい、今回ちょっと明るい感じで健康的な感じ、はい、というわけで青のシャツを脱いで白のタンクトップに明るい照明の組み合わせで全体的にパキッと明るい写真を撮っていきます。すごい、より潜在写真感が増した気がします。これここから脱いだパターンですね。より潜在、そう、より潜在っぽい、潜在っぽいですね、うん、まあ、シンプルでね、白、こういうのが案外使いやすい、ね、そうですね、すごい仕事で使いやすい感じ。すみませんね、これで OK ですか。はい、大丈夫です、はい、ありがとうございます。はい、次は曽田さんのテーマでの撮影です。衣装はこんな感じのシースルー素材です。ありがとうございます。素足だと冷たいということで毛布を敷いてくれました。こういう気遣いはなんか大事にされているのを感じてすごく嬉しいです。ひなさんって、はい、いつも編集して、はい、テロップじゃないわ、はい、なんていうのアフレコじゃないわ、はい、アテレコか、はい、なんかうまいことしてるねありがとうございます。でもなんか私あんまりこうやってカメラ持って喋らないので入れないとずっとそのプレーンな映像だけになっちゃうので入れるしかなくて。編集してからそのシャツ見ながら喋ってんの？編集して大体なんかこの絵は入れときたいなっていうのをざっくり詰めて、でその尺に合わせてナレーション考えて読んでます。なるほど。で最後合わすっていう。はい、またまた YouTuber 談義です。今回の曽田さんの作品テーマは蜃気楼ミラージュです。このレンズですね、これを、シフトレンズっていうレンズなんですけど、これ建築とかで使うんですよ普通。それをポートレートとかで使うということなので、1点だけにしかピントが合わないので、この辺にこう合うとこの辺とか全部もうボケるっていうような感じ で、うん、でしかもそれをしてプラスちょっと一つ、手製のフィルターをつけて、でちょっとフォギーな感じにしながら環境光も拾ってくれると、光にまたテクスチャーというか明るいところ暗いところが出るので、ちょっとそういう演出も狙ってみたいなと思います。ということでなんか蜃気楼で目に見た時になんかつかみどころのない本当に蜃気楼っていうような、うん、海の水面であったりとかもしくはアスファルトの道とか見て、うん、なんか蜃気楼みたいな時ってあるじゃないですか、はい、ああいう光ってるみたいな感じ、うん、ああいう風な感じで、不思議な光とか不思議な絵にしてみたいなというのが今回のテーマです。はい、はい、まずは全身から撮影します。として、はい、イメージとしてこんな感じで、うんうん、とこの辺ムラをつけて、うんうん、でこう柔らかくしてるっていうような感じなんです。こういうイメージで撮りますね。はい、すごい、はい、じゃあ、はい、それでとじゃあ一回、はい、立ったやつで、はい、微妙にちょっと視線とか、うん、別にカメラ意識せずに、はい、
スーッとスーッとしたような姿勢で、はい、あんま体は動かさない方がいい。体はあんまり激しく動かさなくたっていいです。でも自分が動かしてるんです。世界でいいです。はい、わかりました。さっきの曽田さんのアドバイスをもとにもう一度撮影します。ポージングをしないはしないで、レパートリーをどう出すかがなかなか難しいなと思いました。ありがとうございます。色が座りの撮影ということでさらに毛布を追加してくれてます。優しい。ありがとうございます。ちなみに下はスカートではなくてシースルー素材の布を巻きつけていて、動画だと割と中が透けてしまうのでモザイクをちょこちょこかけてます。撮られている時のモデルの視界はこんな感じです。照明の位置を微調整してさらに撮り進めていきます。屈折した光を被写体に当てていきます。私は普段から結構なんか定期的に意識がどっかに行っちゃってるみたいな瞬間が多いので、こういうぼやっとしたような表情は割とやりやすいです。それが服のムラと一致させたかったわけです。なるほど。写真はこんな感じに仕上がりました。はい、これが今日の2人の作品のサマリーなんですよ。でモデルの人からすると、うん、あのきっちりとこういう、うん、あの白い写真っていうのは使いやすいじゃないですか、はい、カメラマンにしたら何か、うん、技術を入れるか、うんうん、イメージとか世界観を入れたいというような、うんうんうん、で今日はお互いに一致したのが、はい、ほぼノーメイクでいきましょうというようなことだったので、うん、はい、それに合ったような、うん、これで2作ができました。確かに全然違う、はい、というようなことですね。はい、それぞれの仕上がりはこんな感じです。結構違いますね。じゃあ撮影ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっとまず乾杯しましょう。コーヒー乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、落ち着きますね。これは最近流行ってるんですよ、このベースっていうのが。
で、はい、何で流行ってるかって私最近分かってきたけど、はい、結構ね、はい、タンパク質がね1袋あたり 6.8g 入ってるなんか。というわけで次回は求められるモデルとは、キャスティングやカメラマンさんの観点からいろいろと意見を伺っています。私も曽田さんも今の仕事の前に一般職も経験しているので、その辺の観点も含めてモデルという職業に限らず長く求められる人材の話から、仕事とは何ぞや、生き様とは何ぞやみたいな少し哲学的な点までじっくりとお話をしています。ぜひ皆さんには余力の残った状態で見ていただきたかったので動画を2つに分けました。というわけで、よかったらチャンネル登録をして次回の動画も見てください。最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。